125丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線の駅である。マンハッタン区イーストハーレムの125丁目とレキシントンアベニューの交差点に位置し、4系統と6系統が終日、5系統が深夜を除く終日、6系統が平日20時45分までの混雑方向のみ停車する。駅は九百十八年七月十七日に 開業した。当初は、ハーレム川を越えて、IRT ジェロームアベニュー線167丁目駅まで観光線を走行するシャトル列車のみの運行だったが、1918年8月1日より、急行列車の運行も開始された。この駅が開業したことにより、駅周辺、イーストハーレム地区は発展していった。1981年に、または地下鉄内で、 最も老朽化した69駅の中に当駅を挙げている。駅は2005年に改装工事を行った。駅は2層からなっており、上層階に島式ホーム1面と、北高観光線、急行線、下層階に島式ホーム1面と、南行観光線、急行線を有した2面4線の地下駅である。駅の北側では、ハーレム川を潜り北へ向かう IRT、 ジェロームアベニュー線と東へ向かう IRT、ペラム線へと分岐している。駅の南側では、仮想階の観光線が上層階へ上がり、逆に北高急行線は仮想階へと下がっている。この駅は、レキシントンアベニュー線の北端駅であるとともに、ジェロームアベニュー線、ホワイト、プレーンズロード線、ペラム線と3方向へ向かう列車の乗り換え駅となっているため、 ニューヨーク市地下鉄において非常に重要な駅の一つとなっている。駅には4つの階段と1機のエレベーターが地上へ接続している。駅には改札口が2箇所あり、北側の改札口からは交差点北東、北西に出ることができる。反対の南側の改札口からは交差点南東、南西から出ることができる。このため北側改札口を経由する場合のみ、 ADA に準拠し、エレベーターのみで、ホームから地上まで行くことができる。駅から東に1ブロック、125丁目と、パークアベニューの交差点には、メトロノース鉄道ハーレム線、ハドソン線、ニューヘイブン線、ハーレム125丁目駅が位置している。また、IND2 番街線の125丁目駅も付近に、建設されることが計画されており、開業すれば両駅は、 乗り換え駅として機能することとなる。ありがとうございます。